竜様からの招待状。修行はしばらく休んで心身を癒してこいって。どうして急にそんなことを。それに南の島なんて、私何をすればいいのかな。これも修行になるのかな。本を読むのもいいね。してても体は動かさないとね。
綺麗なんだろう。楽しかったな。なんだか元気になっちゃった。あ、そっか、私きっと修行で無理してたんだね。オーナーさん、ありがとう。でもね、竜様の名前で私を騙すのはもうダメよ。やっぱりこんなところで着替えるなんておかしいよね。ひどい、見ちゃダメって言ったのに。